こんばんは、監督の今聡です。パーフェクトブルーは大変ひねくれたアニメーション映画です。映画の随所に散らばる映像的な仕掛けに的を絞って今回はご紹介したいと思います。ただしあくまで私自身がそう考えていたということであって、決して映画の正解ということではありません。さて第1夜は主人公霧越美馬の日常生活や彼女がアイドルから女優への転身を図る岐路に立つまでを解説してみましょう。こんばんは、パーフェクトブルー講座へようこそ。今日から3夜連続でアニメーション映画パーフェクトブルーについて今聡監督をお招きし、一度見ただけではわからないような映画にある数多くの仕掛けをご紹介していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーフェクトブルーの監督今聡です。パーフェクトブルーはもう今から10年ほど前に作った、映画なんですが、当時、パーフェクトブルーが公開された当時にこう平沢進さんのこう救済の技法というアルバムです。後に、私が監督する千年女優や、妄想代理人や、去年公開されたパプリカの音楽も担当してくださった、平沢さんの、7枚目のアルバム救済の技法で、これそのチラシなんですけど、ありがたいことにこう私こう宣伝文句を書かせていただいてるんです、ね、で他にはあの三浦健太郎さん、ベルセルクの、宮村優子さん、宮村です、声優さんで、山岸涼子さんで、私なんです。こう三浦健太郎さんは漫画家、宮村優子さんは声優、はい、山岸涼子さん漫画家で、私だけがね、パーフェクトブルー監督って書いてるんですよね。あのチラシと、私職業パーフェクトブルー監督っていうあのひどく限定されたそのぐらい私にとってあのもう専門家ということですから、今日の講座でもってその本領を発揮してみたいなと思っております。はいはい、申し遅れましたがアシスタントを務めます永井瑠奈です。それではパーフェクトブルー講座第1夜です。遊園地で子ども向けの戦隊もののショーが行われていて、その外でアイドルグループチャムのファンがたむろして噂話に興じているというシーンです。はい、でどんな映画でもファーストシーンは重要ですよね。はい、ファーストシーンがつまらないと興味を持てないし引き込まれないじゃないですか。でなんで映画を作っているものとしてあのファーストシーンというのはいつも頭を使うところで、まあ、これ初めての監督映画ということもあってね、非常に、頭を使いました。でまず先ほどちょっと申し上げたようにサイコサスペンスと、はい、おそらくその、まあ、制作中からこのパーフェクトブルーというのができたら最高サスペンスアニメというようなことを言われるだろうと。別に私が最高サスペンスを作ってたつもりはないんですけど、あのレッテルっていうのは貼られるもんじゃないですか。で、まあ、制作中から、はい、別に私は最高サスペンスを作ってるつもりはなかったんですけど、出来上がったらまあそう言われるだろうと。で当初はそのオリジナルビデオアニメということで作ってたんで、まあ、通常アニメビデオを借りてみようっていう人は、まあ、週末にレンタルビデオ屋に行って、あ、なんかちょっと怖そうなアニメでなんかリアルっぽいぞっていうのがまああってこう撮ったとするじゃないですか。で、うちに帰ってさあ見ようかなと思ってこの映画出てきたら間違ったのを借りたのかなと思うじゃないですか。私最初こういう映画なのかと思いました。ほらこういう戦隊ものの、永井君いいお客さんだな。正しい反応です。それ最初ある程度のところまで思っちゃいましたね。ですよね、はい、そういう引っ掛けを狙ったシーンでもあるんですよ、これ。はい、あの子供向けかよ、うん、子供向けなんですけど、あの大きいお兄さんという子供に向けて作られた、はいね、はい、そういう映画なんですけども、で、まあ、そういう目論見もありつつでと同時にですね、これは中に人が入ってますよね、きっとね、本当だったらね。つまりそのマスクをしてると。あ、マスク仮面です、ね、仮面、はい、
仮面 そのテーマがこれからの映画に関わってくる。その通り、あの大変飲み込みのいい人ですね。で映画の冒頭で、はい、まあ、映画といっても一本 その創作物で、はい、その例えば、論文、あなた今困ってるらしいじゃないですか、うん、論文で、はい、論文書くときにまず最初に解説というかその、イントロがありますよね、はい、こういうことについて書きますよと、うん、書きますよね最初に。でつまりそれなんですね、その役目を、はい、これから始まるのはその、うん、仮面の話であると、うん、仮面、それは観客に気づいてもらおうという意図でやってたのか、それとも監督だけが知りたくてというか、監督だけが分かってればいいことなんですかね。私そのことには全く気づかなかったんですけど。それで良いです。こういうのは、作ってる方が演出するときにどういう態度でやっていくかという部分で大事なことで、うん、お客さんにとっては2回目見たときに、気づいてもらえればいいかなと。で、仮面というのはペルソナと言いますね、はいはい、でペルソナご存知ですか。役とかいう意味もあります。そうですね、自分がしている役割、ラテン語、元はラテン語でして、うん、はい、仮面の意味なんですけど、はい、英語でパーソン、はい、パーソナリティ、はい、PERSON、 あれがペルソナから来てる、うん、語源がみんなペルソナ、はい、つまりその、仮面という意味合いと それが表す人や人格というものを含意していると、はい、で、要するにパーフェクトブルーというこの映画は人間がつけているペルソナについてのお話ですよというような小難しいことをこのように子ども向けの画面で描いたというところにあまり意味はないですでもそのぐらいのことはやっぱり考えて作るわけでして、そういう何かこう自分なりの引っ掛けというのをここに込められたんじゃないかなと思っています、はい、ちなみに、RGB になっております、ね、レッド、グリーン、ブルー、ね、RGB パワートロンって一応私で名付けてたんですけど、でこれが、戦っている、スペシャルアタックというとですね、このやっつけられる方が、これがキングバーグ、私が名付けました、はい、このキングバーグっていうのはどこから来てるかというと、これバグなんですね。バグの王様って意味なんです。つまり RGB のパワートロンたちが戦っているのはですね、ネットワークのおそらく平和と秩序を守るために戦っていて、そこに要するにバグの王様が現れて、ネットワークの秩序が乱れていると、それと戦っている。つまりそれ自体もそのメディアの中でやり取りされるその主人公が、バグによって、悪質なファンというかね、いびつなファンによって今という主人公の人格、人間性みたいなものにどんどんバグが生まれていくというような意味を込めておりました。でそんなことが分かるわけないですよね。そうですね。でもそういうふうに思って作ってると、うん、どんなことにも自信を持って答えられるんです、うん、監督っていうのは何しろいろんなことを聞かれますからね、はい、何の意味があるんですかとスタッフに聞かれた時に、うん、アニメーションを作るのはなかなか苦労が多いですからね。わざわざ大変なことをするときにですね、こういう意味が あるんだ、口ごもらないように、うん、と言いつつ今私の中では星占いの間違いを人に教えそうっていうのがよぎっておるんですけどでも本当にそういうようなことを考えながら演出しておりました。じゃあありとあらゆるシーンにそういう監督の意図みたいなのは入ってる。その通り。全く入ってないようなシーンっていうのはもうない。ですね、アニメーションってね、描かないものは出てこないんです、ね、実写の場合映っちゃったってことはありますよね。もちろん糸を持ってこう映してるけど、でも糸を持って映したからといって例えば空に浮いてる雲の形まで意図したとは言えないじゃないですか、うん、アニメーションの場合は全部糸ですから。で糸がないものは出てこない。下手な絵っていうのはありますけどね。
しまったっていうのはあるんですけど、基本的には全て意図を持って描かないと、何しろ絵を描くときには何がしかの意図がなければ描けない。じゃあ漫画を描いてる時も一コマ一コマ常にそういうのはあったんですかね。最初のうちはね、ついただ描いちゃったっていうのがあるんですけど、いろいろ仕事をしてくると、全てには、意図がなくちゃいけないんだなというふうに気がついて、だんだんと油断した絵が出てこないようになってきました、うん、こんばんは、監督のコンです。さて第2話は、美馬がアイドルから決別し女優への転身を図ったことにより突如現れたバーチャル美馬に彼女自身が追い込まれていく様を解説してみましょう。パーフェクトブルー講座へようこそ。今日は第2話ということで、昨日に引き続き今聡監督に映像にまつわるいろいろなお話をしていただきます。よろしくお願いします。それではパーフェクトブルー講座第2夜、お楽しみください。体当たりでレイプシーンに挑む美馬。激しい収録の最中、美馬は遠ざかる意識の中でアイドルだった過去の自分と決別したことを知ります。何かと、いい意味でも悪い意味でも注目されたシーンですよね。すごいシーンですよね。やりすぎたなと。あ正直。あ、そうなん。今思うと、当時その元々ビデオアニメーションということで、はい、劇場で公開されるなんていうことは前提にしてなかったんで、はい、なるべく目立たないといけないと、でなかなかオリジナルビデオっていうことだとその宣伝もしてもらえないし、何か過激なシーンを作ればと思って入れたんですけど、かなり過激、やりすぎてしまいました。もともとね、その美少女とか、エロとかバイオレンスとか殺人とかストーカーっていうね、そういう下世話なネタ、ワイドショーみたいなネタですけれども、それをどう構成するか、それを工夫すれば、使ってる素材はいわゆる下世話で部屋かにまみれたものでも、組み合わせ方次第で新しいものになるんじゃないかなと思って、やってみたんですけれども、ここだけ過激にしすぎて、本当にこれをさらに劇場サイズで見るとですね、私はうつむいてしまいます。さすがに恥ずかしい。はい、で、ちょっとここを振り返って、見ていきますけれども、こういうはい、でここで本番参りますとか言われた後、はい、カメラが上がるんですね、ね、そういうようなことなんですよ。ね、あんまり言うとセクハラになってしまいますからね。でここではやはり恥ずかしそうなポーズっていうのもあるんですけど、はい、閉じたポーズじゃなきゃいけない。最初閉じてる、ここでこうやって待ってちゃいけないわけじゃない。やっぱりその閉じたポーズがこじ開けられるということが大事なんであって、はいはい、そういうポーズ一つにもね、工夫はしてると、はい、話しづらいですか。いや、勉強になります。ここは私一人で喋りましょうか。いやいや、はい、でこういう時はね、実際これ聞いた話ですけど、はい、こういうシーンの撮影があるとやっぱりね、見学者が多くなるそうですね。あ、そうです、ね、で実際さっきちょっとワンカット見学者が増えているっていう、お前ドラマと関係ねえだろうみたいな人まで来てるのがちょっとワンカットありましたけれど、はい、そういうのがあるらしいですね。そりゃ見に行くだろうと。はい。そういうことには耐えられない人たちもいますよね、きっとね、はい、でしかも NG が出るたんびにね、繰り返されるで、すごい見てて辛くなるシーンですね。そうですね、私は本当なんてことをしてしまったんだろうと。
でもね、こういうところで実はまあひどい目に遭ってるんだけど、まあこれは仕事じゃないですか、うん、でもやっぱりこの周りの人たちが気を使ってくれるっていうところで、またそのもう迷惑かけられないとか、うん、逆にその優しくされる分、この方ですよね、気を使ってくれて、そういうのってでも、うん、嬉しいんだけれども実は結構応えるっていうのはありますよね。優しくされるから余計辛くなるっていう、そういう両方はありますよね。すごいシーンですよね。明らかにでもこれ楽しんで書いてますね。もともと絵コンテ上ではもっとあったんですけど、さすがにね、すごいですね。でもそれただ楽しんでるだろうっていう話もあったんですけど、いやでもここでは何よりそのこういうシーンに挑んでしまうことによって、アイドルとしての美馬というのが、まあ、死ぬと、アイドルとしての死を迎えるシーンであると。だからここでの衣装、ストリップの衣装っていうのも、うん、なんとなくそのチャムの衣装を思わせるのも、うん、アイドルが殺されるんだよ、死ぬんだよっていうことを強調したくて、ああいういやらしい衣装にしてみました、うん、考えたのは私です。設定も書きましたね。なんていやらしい衣装なんだって、非難を受けましたけれども。エプロンですか。そうなんでしょうね、きっとね。これはひどいですよね、本当に。泣いてる、本気の涙、演技じゃないんでしょうね。これですね、このちょっと待ってください。ここでですね、思いっきりそういう反復運動をしておるんですけど、あれが引っかかったカットの一つですね。私エリンに行ったわけじゃないんですけど、はい、あのように同じカットの中で反復運動をしてはいけないと。その反復運動がなければもしかしたら大丈夫だったかもしれない。これ本当に聞いた話なんですけど、はい、反復運動2回までならいいと思うんですね。3回以上するとアウトだとかっていう。2回は OK なんですね。なんですかね。私もそれ冗談なのかと思ったんですけど、要するにそういう明らかに行為を反復運動によって書いてしまうとダメだと。少なくとも1回ぐらいならいいらしいんですよね。うん、1回じゃ短い、まあそんな話でしょう。非常に下世話なモチーフの多いパーフェクトブルーで、15はあるっていうのでもかなり優しいなと私は思ったんですよ。成人指定されてもしょうがないかなと。そうですよね、15歳以上だったら見ても大丈夫っていう、高校生にこんなもの見せてどうするんですかね。でそういう意味では非常に真面目な映画であるというふうに捉えていただいたようで、何箇所か、確か 2箇所か3箇所直せば、一般映画としてもよろしいというふうに言われたんですけれど、そのうちの直さなくてはいけない1箇所が先ほどの俯瞰で反復運動をしていると。ちなみにあの反復運動を最終的に原画を直したのは私です。私のせいなんですね、はい、1回までにしておけ、2回までにしておけ。まあそんな話だと思う。ここでも美馬の意識が遠ざかっていくっていうのを短いカットと光、でつないで、これが先ほどの主観への侵入路ですね、はい、だからこういうイメージカットが出てきてもいいと、はい、で光に包まれていた時代がこれはどこに、スイッチオフされる、あ、メイク室、はい、あ、さてこの時のミンマーの衣装、はい、うん、何に、黒っぽいですよね。これは喪服じゃなきゃいけないですね。アイドルの死っていうことを、しかも冥福を祈るポーズ、あー、ね、痩せなかということをイメージしている、はい、っていうふうに自信を持って書いているとですね、ちょっとしか動かないシーンでも、ここは
だからいいのだと。今のところの鏡は特に関係はないですか、ね、あ今そんなメイク室の、はい、あれ鏡が多分っ待って、ね、映ってますけど、カットが抜けてるんだけどそんなわけないですよ、本当ですか、結構問題なんじゃないですか、すいません欠番にしたんです、私ずっとコンテの印象があったんで、はいはい、本当は、はい、もともとはあの後で、今のよりが寄ったサイズのカットがあったんですけど、はい、私が勝手に作ってた だけでした、すいません、 DVD から勝手になくなるわけがないですよね、はい、ちょっと待ってくださいね、で、ミマは本当は非常にしんどい、後悔もしているんだけれども、なるべく明るく振る舞おうとするところになかなか優しさのある子だと。でこのおじさんもですね、田所というおじさんなんですけど、結構いい人なんですよね、本当は何か言おうとしますよね、ここでごめんなっていうんだけども、うん、やっぱりミマがあえて明るく振る舞おうとしていることまで、ミマが気を使ってるなっていうのが分かるだけに言えなくなってしまうと、ドヨーンとするのはこの人だけ、ね、うん、で、このあと疲れて帰ってきたミマが、気がつくのがネオンテトラ、熱帯魚たちの死です、うん、なんでこの当時ね、私飼ってたんですよ、ネオンテトラ、同じ種類の、死ぬと白くなるんですね、こんな突然いっぺんに死ぬことありますよ、本当はこんなにいっぺんにっていうのもないですけど、ちょっとやっぱり室温、水温とかね、管理をデリケートなんですね、ずさんにすると、うん、死ぬことも多々あると、うん、でこの後、はい、まあ部屋をめちゃくちゃにすると、それはとにかくこの映画の中で語られる部屋っていうのは、うん、そのキャラクターそのもの内面ですから、要するに精神がめちゃくちゃになってる、はい、自分でもめちゃくちゃにしたいっていう、うん、そういう意味ですねこれはね、うん、でここでうーって泣いていくのがやはりそのもっと内面に入っていく2人目の新入路で、はい、このうーっていう嗚咽が続いた後だからこそ、ここでバーチャルミマの声が聞こえてきて、パソコンのモニターにそれを見てしまうと、うん、嫌な女ですよねバーチャルミマ、うん、で、この残った2匹のネオンテトラ、当時出たこちらはレーザーディスクのボックス版なんですけど、これですね、この絵とこの絵がモチーフになって、はい、このジャケットができています。つまりじゃあこのなぜ2匹かっていうのは大事ですよね。そうですね。でつまりなんでミマの中にいる2匹のネオンテトラということですから、ここも基本的には同じですよね。ミマの中にいる2人のミマ、バーチャルミマと、女優としてやっていこうとしている、変化しようとしているミマ、はい、だから本来だとここで、追っかけ回してくれたり、その2匹がね追っかけっこしてるような感じになると、もっとそれらしい感じが出たんですけど、うん、要するにこのあとこの残った2匹ミマの中にいる2人のミマがいわば生存競争をするわけですよね、うん、というふうな展開になっていきます、はい、こんばんは、監督のコンです。いよいよ最終回の第3夜、映画の方もいよいよ佳境へと向かいます。夢と現実をさまよい、自分の存在そのものを疑うミマが迎えるクライマックスとは、欠番コンテなどを交えて解説してみましょう。ではこんばんは、パーフェクトブルー講座第3夜、今日はいよいよ最終回ですが、映画の方もいよいよクライマックスですね、はい、今日はどんな話が聞けるのか、早速コン・サトシ監督にお話を伺いましょう。
ミマのヌード撮影と新生チャムのコンサートが並行して描かれ、ミマの後悔の念とファンの望む気持ちがバーチャルミマをコンサート会場に呼び出すという大変複雑なシーンです。はい、複雑ですよね、はい、読むだけでも大変ですよねもう動いてるのが、はい、ミマと、はい、バーチャルのミマとチャームと、うん、しかも同時にそれが進行していく。で今ちょうどポスターの間からこのミマが出てきました。オーバーラップして出てきましたが、はいはいはい、ということは先ほどそのカメラを覗いていたあの内田という男が新生チャム、要するに2人のチャムの間にミマを見てるということですよね、あれは。で、ここでこのトンネル内でまたバーチャルのミマが登場してくるわけですけど、これも先ほどのあの主観への侵入の話と同じなんですけど、うん、よりその主観に入るところでこうトンネル内に入ると、あナトリウム灯の光を受けてオレンジ色に光る、うん、そういうミマの心情というのも同時に、表していると、うん、で、問題なのは今バーチャルミマが乗っていた車は誰が運転してたんだろうと、うん、現場ではバーチャル田所が運転してたに違いないという話になっておりましたがバーチャル田所、あのおじさんですね、はい、あのおじさんにもバーチャルがいて運転してるのかもしれない、はいはい、どうでもいい話ですけど、ここで、残ったチャームのユキコとレイなんですけど、はい、謎の言葉を吐きます。今頃ケボンよケボンと、ケボンって何でしょうかなんとなく次の展開から分かりました。アダルトアニメパーフェクトブルーのね、面目役所たる部分につながるケボンですね。あのケボンってもちろんシナリオに書いてあったわけじゃないんですよ。さすがにシナリオライターがね真面目な顔をしてケボンよとだから打ちにくい。それ使ってる方っていらっしゃるんですか、ね、いないんじゃないですか、ね、担当してくれた、はい、アニメーターと打ち合わせして喋ってるうちにそんな話が出てきてそれ採用と、はい、ケボン、ケボン、ケボン、いいですね、ケボンですよ、はい、危ないセクハラになってしまう居住まいを正してだからってどうしてそういう声になるんだって、さっきとも違いますよ ね気持ちの乱れが部屋の乱れと、うん、永井君は部屋は綺麗にしてる方ですか。まあ綺麗な時も、私は大抵ぐちゃぐちゃです、ね、じゃあやっぱり荒れてるんですかね監督も、内面的なものでこう作業できるこの作業できるこうこのぐらいのスペースがあればここだけ綺麗になってればもうあとは資料はどこ行ったっけな、あの設定はそんな風にして気持ちが荒れていくんですね、うん、で風呂ですね、はい、ユニットバスにしてはちょっと広いっていうのが失敗なんですけど、大抵絵にすると何でも広くなるという法則があってですね、うん、なかなか狭いものを描くのって本当に難しいんですけど、うん、まあ頑張ってる方じゃないかと、うん、で先ほどからなんかっちゃ引用の話ばっかりしておりましたが、はい、うん、引用されたケースあるんですよ、はい、あ、そうなんですか。あるんですよ。それは監督が見つけたんですか。レクイエム・フォードリームという絵はご存知ですか、はい、すいません、ちょっとわからないんですけど、ダーレン・アロノフスキーっていう監督が撮ったんですよ、はい、で、パイっていう映画でデビューして、はい、2作目が確かこのレクイエム・フォードリームという映画なんですけれども、はい、パーフェクトブルーを実写にしたいって言い出した人なんですよ、この人。海外の方で、はい、アメリカの人なんですけども、はい、どうやらお気に入りらしいと、はいはい、でレクイエム・フォードリームで彼が来日した時に会ってるんですよ、はい、対談しようと、はい、で、その前に当然そのレクイエム・フォードリームを見たんですけど、はい、これとですねこのカット、ね、俯瞰で風呂に顔をつけている、はい、で窒息しそうになってるわけですよ。それは最初これもう浮いてるのかなってちょっと思いました、ね、顔つけてるんですね、うん、でここでこらえきれずにバカ野郎と、でこの2カットまんまアングルも構図も同じで上からのと、はい、この水の中の、はい、
レクイエム・フォー・ドリームに、はい、使われているんですけど、あの本人に会って確認したら、はい、オマージュだってオマージュですよ、私に、この私に。でレクイエム・フォー・ドリームでこのじゃあミマの、はい、このお風呂にこう入ってるんだとこう顔つけてるの誰がやってる、ジェニファー・コネリーですよ。あジェニファー・コネリーがやってるんですよ。あら俺のコンテ通りに、ね、ちなみにねジェニファー・コネリーはねあの去年同じ飛行機に乗ってました。あファーストクラスでしたね、向こうはね一家で。あらビジネスクラスだったんでね、はい、あの向こうの方が先に降りてからね。じゃあ話す機会もなく、よージェニファーみたいなそうはいかないんですよお前俺のパクリやってみたいないや別にジェニファーがねさっきからちょっとなんかいろんな人になってるんですけど、はい、忙しいですね、里割りが忙しいんだというで、まあそのレクイエム・フォー・ドリームという、はい、映画の中ではですね、非常に年老いた女性、年を召した女性が、はい、ずっとテレビに出ることに憧れてて、うん、最後この部屋の中で幻想を見てそのテレビの中から人が出てきたりとかですね、なんかでも話もちょっと、ね、でその女性が最後幻想の中で着る服が真っ赤なドレスだったりとかですね、はいはい、えらいこれはかぶってますよね、だいぶ かぶってるっていうかパクリなんじゃねえのみたいな。いやでも本人にやってあれは どうだなって、いや全部オマージュ、オマージュ、はい、学習しました。以後私も引用とか、ね、オマージュ、今日すごいもう言っちゃいました、オマージュだらけですよねそのぐらいやっぱり私が自分で映画を作るときにはやっぱり大好きな映画で、うん、すごくこう影響を受けたものとか、はい、印象に残ったものはついオマージュしてしまうんですね。オマージュしてしまう、はい、はい、事件からの後女優として成功したミマが病院にいるルミを訪ねるというエピローグです。はい、いよいよパーフェクトブルー本編も、はい、ラストシーンですね。ラストですね、はい、ここで精神に障害を抱えているであろう、はい、ルミをまだきっとミマのままのつもりなんでしょうね、うん、で、それをミマがもう少し大人になったミマが、はい、見ていると。でこの見ているといってもここで重要なのは、うん、ガラス越しっていうことが重要なんじゃないかなと当時考えていました、はい、直接的にこう見るんじゃなくて、うん、ガラスっていう一枚フィルターがかかった、うん、形で見ていると、はい、つまり客観的に見ている、うん、ということなんですよね。ルミを、そうですね。でこのシーンの中で、医者に問われたミマが、もう会えないのは分かっているんです、でもあの人のおかげで今の私があるんですからと、うん、いうふうに言ってるんですが、うん、このあの人っていうのは、まあ、直接的な意味でマネージャーを一生懸命やってくれたルミにかかっているものでもあり、うん、過去の私にもかかっている。だから女優の私が、まあ、きっとこれ成功している状態だと思うんですけど、もしかして女優じゃないかもしれないけれども、とにかく事件があった後、看護婦から、聞こえ未満なんじゃないのって言われるぐらいな、成功は収めているというところで、その成功を収めるためには、過去の私、アイドルをやっていた私があったからこうなれたんだし、うん、その時に一生懸命、面倒を見てくれたルミという人がいてくれたから現在の私があるんだというところで、あの人のおかげでと言ってる時には、そのあの人はこの両者にかかっているということですね、うんうん、そしてこの一方ルミの方なんですけれど、ルミっていうのはその過去、自分の過去にもう閉じ込められて出てこられなくなった人だから、はい、自分とその鏡の世界、鏡が映し出す、自分の空想の世界に閉じ込められて、出てこられなくなった人であり、ミマっていうのはそこで、過去の私にとらわれそうになったところをなんとか、まあ、撃退して、実際その、
襲ってきた過去の私をまあ撃退したわけですけれども、それによって次のステップへ進めたと、成長したものと、過去に取り込まれてしまったものの違いがあるんじゃないかと思います、そして、最後のカットなんですが、でこの後、霧越美馬なんじゃない、こんなところに来るわけないでしょうなどと言っておりまして、でサングラスを外して、ここで、私は本物だよという最後のセリフになるんですけれども、なんでこれが鏡の中かと、でまあいろんな解釈がまあ成り立つし、どう取ってもらってもいいんですけれども、珍しかった解釈ではですね、やっぱりあれは美馬が犯人だったんだろうと。私も一瞬だから最後これで終わった時に、もしかして私の考えてることと違うのかなとか思ったりもさせられるシーンですよね、はい、実は、ね、そうですね、実は結局何だったんだろうみたいな、それは誰だったでしょうね、多分海外のどっか映画祭に行った時にそんなことを聞かれたんですけど、あれは鏡の中で言ってるんだから絶対嘘だっていう意味ですよねみたいな話をされたことがあります、別にそこまで人をだまくらかして作っているつもりではなくてですね、にある事件を通して、まあ、今は一段階大人になったと、はい、以前よりは確固とした自分をこう持てたのは間違いないと、はい、言葉を変えれば成長したと、はい、でただその過去の私との決別ができたから、はい、確固とした私に成長したなんていう簡単な話じゃないと思うんですよ、人間というのはね、うん、じゃあ一度、成長したらもうその後は成長しなくていいわけじゃなくて、そういったその過去の自分の価値観を、壊しては辛い混沌の時期を味わい、そしてまたその中から何かを作り上げていって一つ大人になる、でこの繰り返しがずっと続いていくものじゃないかと私は思うんで、ここで、美馬の顔を鏡ではなく正面切って捉えてしまうとそこで終わってしまうような気がするんですね。だからまだまだ続いていくんだよっていう、本当にそれで完成したわけじゃないんだよ、私は本物だよっていう言葉そのものに疑いを持ってるわけですよ、私としては。そこで本物としての私ができたんじゃなくて、そうし続けていくことが本当の私になっていくことなんだから、ここで、美馬という霧越美馬という人間がすっかり出来上がったわけじゃないんだから、ここは鏡の中にしておこうという、そういう判断ですね。他にもいろんな解釈はできるってことなんですか？はい、あっていいですというか、いろんな解釈があった方が豊かじゃないですか、はい、というわけで、そのまさにその言葉通り私の言ってることが正しいわけじゃないですよと、別に違う意味で鏡の中に映っててもいいんだし、鏡の中に映ってるってことは実は美馬がやっぱり犯人だっていう意味だっていうふうに考える人がいてもそれは全然構わないと思います。なんかその考えでなんか逆にすごいエンディングで怖かったですよね、私は。あ、もしかしたら、あ、え、実は美馬なんじゃないかって思って。そうですね、うん、結構多いパーセントではないですけど、感想を聞かせてくれる人の中には、時折そんな、本当は騙してるんじゃないですかみたいな話はいただきますね、でそういう時にはしめしめと思うわけですよ、やっぱりそのあれこれ考えてもらった方がいいと思うんですよね。なんか仕掛けがすごいから考えちゃいますよね、すごい、ここだけじゃなくても他の部分で。そうですね、手品って不思議ですよね、例えば、で手品はそんな不思議なはずはないから納得がいかないって、その種を解いてしまったらもう手品は楽しめないですよね、だから不思議だなと思っていられるうちが手品を楽しめるうちなんですから、あまりにも分解しすぎると、楽しめなくなってしまうと、ね、どうしてここにこう絵が映るか、DVD がどういう原理で
映ってるのが私には詳しいことは分かんないですけど、じゃあこの機械をバラバラでしたらもう DVD 見られなくなってしまいますからね。同じようにまとまりとして機能しているものはそのまとまりとして楽しんだ方がいいんじゃないかなと。その割にはずいぶんおせっかいな解説を加えていきましたけれども、細かにいろいろ解説していただいて、はい、全部ネタがバレちゃいました。大丈夫です。